はようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。5月7日金曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは予想天気図を見ていきましょう。梅雨前線が北上し、西日本東日本方面では雲が広がりやすくなります。一時的に雨の降ることもありそうです。一方北日本方面では日差しが届くところが多くなります。では全国のお天気アイコンで確認していきましょう。西日本東日本では雲が広がりやすく、一時的に雨の降ることがあります。降り方としてはそこまで強まらないところが多くはなりますが、外出時は折りたたみの傘があると安心です。特に梅雨前線から近くなる種子島、屋久島、奄美、こちらでは一時的に雨の降り方が強まり、雷を伴う恐れがありますのでご注意ください。一方北日本方面では日差しが届くところが多くなります。気温が上がり、季節先取りの暑さとなるところもありそうです。朝はひんやりとしますので、一日の寒暖差には十分ご注意ください。一方梅雨前線が遠ざかる沖縄では日差しが届きそうです。特に先島諸島ほどしっかりと日差しが届きそうです。気温が上がり蒸し暑くなりますので、熱中症対策はしっかりと行ってください。その他の西日本東日本は昼間もちょうど良い体感となりそうです。以上、全国のお天気をお伝えしました。